うした減塩政策によって心疾患や脳卒中の患者を減らすことができ、年間2000億円の医療費が削減できたとされている。おお、すごい。実は日本でも健康格差対策で成果を上げているところがある。それは東京足立区。重い糖尿病患者の割合を減らしたことで注目されているんだ。すごいね。もともと足立区は健康寿命が23区の平均より2歳も短く、加えて足立区は糖尿病数が23区の中で最も多い。軽症を起こすと人工透析などさまざまな治療が必要になる。当然区ではあと健康へ